電気おやじです。パナソニックユニバーサルホールソーでのボードの開口と、ホールソーや電工ナイフでの下地の切り方を紹介します。ユニバーサルホールソーはこのようなケースに入っています。ケースを開けると、私はこのようなホールソー用の硬い板を加工して入れています。それと付属の工具の六角軸は電線被覆を加工して突っ込んで、そこに六角を刺すようにしています。それとメンテ用のオイルですが、こちらも PF の16の端材がちょうど良かったので、こちらをテープで固定して、ここに差し込むようにして収納しています。こちらのホールソーの特徴として、このようにカバーを外して刃の調整ができるというのが特徴になっています。それと先ほどの付属工具でこちらを緩めて、別売りのホールソーがセットできるようになっています。まず75パイで作業していこうと思うので、刃を調整していきます。こちらもこのワイヤーでつながっていて、ロックを緩めると両方がこのように同じように動くようになっています。では75パイで作業していきます。でロックをして、カバーを戻してドリルに取り付けていきます。今回はパワーの弱い 14.4 ボルトのドリルを使用します。刃を取り付けるときはローで、クラッチモードも落としておきます。取り付けしてしっかり固定して、今回こちらにマークをしてあるのですが、ここには経典のダブルバーが入っています。今回ここに芯で75パイを開けていこうと思います。で、最初のセンター穴が開く瞬間が振り回されるので、それまではクラッチモードで行った方がいいと思います。ドリルモードですと食って振り回されます。で、ドリルの使い方ですが、このように持つだけではなく、振り回されることを想定して腕をこのようにかぶせるようにして作業をした方が安全です。できればハンドルがあればハンドルを取り付けた方がいいと思います。では開けていきます。ドリルモードにします。下地がこのように出てきます。で、先ほどの説明の通り、ここから先をホールソーに取り替えて施工していきたいと思います。カバーを外して、付属の六角工具を使い、刃を外していきます。ここにホールソーを取り付けていきます。今回純正品のではなく
宮永製の S ロックバイメタルホールソーのドリル軸をセットしていきたいと思います。刃はこちらになります。75パイのバイメタルの刃で開けていきます。このように純正品ではないので、少しセットした時に飛び出してしまいます。ですが私はいつもホールソーを使う場合には、このようにベニヤのガイドを作って当てて、これをビス固定してから作業するようにしています。なぜかというと、ホールソーがどうしてもブレてしまい、開口径が大きくなってしまうことがよくあるからです。今回は試しにどうなるか、これをつけない状態で作業していきたいと思います。クラッチにしてローにしてドリルを取り付け、しっかり固定し、最初貫通する時までは衝撃でロックしちゃうので、クラッチモードにして穴を開けていきます。ここからは、今回使うドリルは 14.4 ボルトなので、押さえ込むそうなので、ドリルモードで作業したいと思います。回転は刃が焼き付けないようローで回していきます。以前の動画で日立の36ボルトで作業した際は振り回されて危険なので、ドリルモードではやめた方がいいとは言いましたが、これぐらいトルクの小さいものでしたらドリルモードでも作業できるかもしれません。ではちょっとやっていきます。今途中まで切れて、あともう少しで切断することはできるのですが、本来はホールソーで切るのはここまでにして、あとはこのような金バサミで切っていった方がいいのですが、このまま切っていくとどうなるか続けてやっていきたいと思います。金バサミを使う場合には、私は佐藤の T110 まっすぐなタイプの金バサミと、佐藤の T111、こう曲がっている柳刃になりますね。こちらと土牛製の倍力ダブルカッター、このように少し曲がった状態で刃がついているのと、ここの返しになった部分、この部分でも切断することができるというカッターになります。この3つを常備しています。では続けて、最後切り切る瞬間が一番振り回されるので、ちょっとどうなるか。
ドリルが滑ってしまって開かないので、ハイパワーでハイ回転で、やはりこう食って絡まってしまってますね。やっぱり最後は金バサミでカットしちゃいます。説明、そうだ、説明するの、今この経典が動いてしまってますね。やはり開けるときには動かないようにこのように経典をロックしないといけなかったですね。すいません、説明を忘れていました。このような感じで切れています。次にこちらを経典下地を半分かかる形で開けていって、電光マップを使った切り方を紹介したいと思います。じゃあ先ほどの純正のヘッドに取り替えていきます。カバーを外して純正の六角工具で緩めていきます。で、分かりやすいよう一番でかい径で開けていこうと思います。一番大きくしても112ミリぐらいですね。これで開けていきたいと思います。ドリルをつけるときはローでクラッチをかけてしっかりと固定して、でボードだけを切っていきます。では電光マックで経典を切っていきたいと思います。切り方としては左右からではなく真ん中からこのようにカットしていくようになります。刃を真ん中に当ててハンマーで叩き込みます。この際にやはり経典が動いてしまうので先に経典を増し固定しておきます。ではもう一度
こちらも切るのは途中までで、最後の切断は金バサミであった方がうまくいきます。ハンマーを叩く際に無理に刃を R に曲げようとするとこのように折れてしまうので注意してください。こちらは後でグラインダーで整えてまた叩けるようにしたいと思います。私は電工マックの先端はこのように叩きで使ってしまうので刃はボロボロです。こちらの根元の方を皮むきで使用するようにして、ここは叩かないようにしています。このように切ったり、これぐらい開口径が大きければ手を中に突っ込んでこのように切ることも可能です。このように切断することができます。次にこちらには木下地があるので、木下地の場合の切り方も半掛けで進めていきたいと思います。最初から木下地と分かっているので、ホールソーのこちらの 100% に取り替えちゃいます。75% を外して100%にします。取り付ける場合はローでクラッチをかけて、では開けていきます。でこのまま進めていく前に、もしもホールソーでない場合、このように木の目がこう内向きであるんですが、このように回し引きなどノコで切っていくのは大変なので、この場合もしノコで切る場合には、私はこのように目の向きとは逆の方向で横を入れていって、これを割って取っていって、最後に
削って整えるように地道にやっていきます。ではホールソーで進めていきます。ホールソーで進める場合にもやはりこの木でセンターを捉えてないのでブレてしまうので、このようにガイドを入れた方がいいと思います。今回はガイドを入れて作業していきたいと思います。先ほどの75パイの方はガイドを入れなかったので少しやっぱり径が大きくなってしまっています。ではカットしていきます。刃がやっぱり切り切らないですね。今一番マックスまで上げていますけど刃が到達できなそうです。このような組み合わせだとやっぱりこの最終的にカバーを取らなきゃダメですね。このような形で切断できました。やはりダウンライトの開口の際には下地に当てないように作業することが一番ですね。もしクロスが張っていて下地がわからないよっていう場合には以前の動画で紹介した超簡単下地探しというものもあるのでこちらを使えば簡単に経点下地などがわかると思います。それやあとは下地を止めているビスですね、こちらの方を探すことができるのでこれで下地の位置が確認できます。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。